みんな旅してる？どうもしげです。伊豆諸島、大島、伊豆の踊り子の舞台、羽生港。それではスタート。マッキッキーの大島バスに乗って元町港へまずは向かいます。元町北口に到着しました。約30分後の羽生行きを待ちます。30分ほど待って羽生行きのバスが来たので乗り込みます。羽生地区の上野山バス停に到着しました。宿まで徒歩4分ぐらいということで歩いていきます。今回の宿、青とサイダーに到着。チェックインしました。今回の部屋は個室です。めちゃくちゃ快適そう。部屋数が全部で2部屋だけの小さな宿です。共用のエントランスロビー、共用のキッチン、自炊も全く問題なくできますね。共用のトイレが1つ、共用の浴室が1つ、浴槽もついてて広々してます。トイレと風呂の間に共用の洗面台が1つ。宿のチェックインも完了したので夜飯食いに行きます。火曜はやってる店が少ない中、貴重なラーメン寄り道。まずはアサヒスーパードライの中瓶。ビール頼んだらおつまみメンマがついてきました。肉汁大爆発餃子が来ました。だって純粋がね、大げさに言ってるかと思ったら本当に大爆発。マジでとんでもない肉汁で驚いた。これ先にちょっと潰して肉汁飲んだ方がいいかもしれない。肉汁マジでやばいから、これはやけど覚悟で一口でいくしかないね。続いてはおつまみチャーシュー。ラーメン屋でチビチビ飲むのもいいね。からしとネギたっぷりつけて食べたら最高のつまみ。肉がマジ柔らかくて超うまいぜ。2杯目の酒はハイボール。健康に気をつけてということで、きゅうりのぬか漬け。シャキシャキで浅漬け感覚のぬか漬け。生姜も入ってて酒が進む。さらに健康に気をつけて水菜のおひたし。水菜のおひたし初めて食ったけど、シャキシャキで鰹節に醤油かければ何でもつまみ。まだまだ酒が進む。3杯目もハイボール。締めの島のりラーメン塩味、島のりどっさり。すっきりしつつ濃厚な旨味の塩スープ、いいね、うまい。塩スープに島のりで想像以上に磯の香り、うまいぞ。管理職になればそういう可能性も全然ありますし、まあ、自分で希望できれば8万には行きたくないっていう人もいるだろうから。もうそれが本当
宿に帰ってきました。めちゃくちゃ腹いっぱい。宿の方にお声掛けいただき、隣の高林商店で飲みます。お呼ばれしたので生いただきます。乾杯です。まあこの時間の生ビールうまいですよね。2杯目も生ビール。広告塔なわけじゃないですか、うん、だからそれをもう宿に共通する。そう、うん、3杯目なんか今日はタダで飲んでいいそうです。ごちそうさまです。ゲッな大変だよこっちは。高林商店すごい、アイスもたくさん売ってる。いろいろすごくよくしてもらってるんで、明日また来てめっちゃ金使います。閉店してるはずの高林商店が夜の闇営業を始めて、すごい駄菓子買っちゃいました。闇営業って言うとちょっと語弊があるんですけど。いい動画になるんですよ、その今のツッコミがいい動画になる。これが宿のオーナーのいいツッコミですこの人と格打ちで飲めますよ。今日はたくさん飲ませてもらって楽しかった。おやすみなさい。ひょんなつながりからコンさんという宿を見せていただくことになりました。ということで、一棟貸しの島の宿、コンさんお邪魔します。ここもなんとブッキング 9.8 という超高評価。二間続きの8畳の和室、広々してる。こっちか、あのレンジだ。あれ、ここのまっすぐはこうちゃんちの実家でしょ？二間続きの座敷の横にも6畳の和室。庭に向いた座椅子なんかもとても素敵ですね。キッチンもとても広々していて何でも作れますね。中は綺麗にされていてトイレもとても広々。お風呂場もびっくりするぐらいゆとりのある作りです。宿近くの東京梵天でたい焼きを食べたいと思います。ポップとレトロが融合するいい感じの店内。名物の羽根付きたい焼きカスタード味でお願いしました。うん、うまい。うん、熱々でふわふわ、程よい大人の甘さ。たい焼きにはコーヒーでしょってことで、宿のフリーコーヒーいただきます。 YouTube ってよりは旅がいいですね。旅で稼げるから、うんうん、夜っていうか満潮になるとここまで、ここずっといつもは車が、洗濯機無料で使えるのでたまった服を洗濯。階段を下ってハブ港にある寿司屋へ昼飯食いに行きます。ハブ地区は文学の町ということで、いろんな石碑が置いてあります。階段を下ってハブ港へやってきました。今日の昼飯は人気の寿司屋港寿司。今日は予定一切ないので昼から生飲んじゃいます。地魚握りが来ました。旧館乗っていて美しい。寿司にはお椀もついてきました。まずはカンパチ。2貫目カワハギ。上品な出汁とタイの優しい旨味が整う。3貫目ヒラメ。4貫目カツオ。これまた美しい。2杯目は五人家芋の水割り。5貫目は赤イカの握り。
貫目はアジの握り、7貫目はイワシ、8貫目はホウボウ、ラスト9貫目は縄切り。マダイのべっ甲おにぎりを2貫追加しました。青唐の辛みがほのかに効いた醤油ダレで漬け込まれたマダイ、柔らかな身質で最高に酒が進むぜ。締めに伊勢海老の頭の味噌汁を頼んだら想像よりすごかった。エビの旨味たっぷりだし、ひっくり返したらびっくり、身めっちゃ入ってる。これで500円は安すぎ。なんと最後に縄切りの炙りをサービスで一貫いただきました。炙るとやっぱり油がよく出てきてうまいですね、これは。港寿司めっちゃうまかったな。伊豆の踊り子の舞台羽生の町を少しブラッとします。この辺りはその昔遊郭が立ち並んでいたそうです。緩やかなカーブを描く街並みにもすごく情緒を感じますね。現在羽生を舞台にした東京放置食堂というドラマが放送されているそうで、今日は残念ながら閉まっていますが、この羽生カフェもすごく素敵なところらしいです。ゆったりした時間が流れててのんびりするには最高のところだな。旧港屋旅館で現在は踊り子の里資料館になっているそうです。内部は無料で見学でき、伊豆の踊り子の舞台を実際に垣間見ることができました。踊り子雑貨と呼ばれる階段を上って宿に戻ります。坂の途中から見える羽生の街並みがまた素晴らしいですね。中腹には羽生港を開港した時の火と神社の鳥居がありました。神社のお社は今は潰れてしまっているようですね。踊り子坂を登り切ったここも伊豆の踊り子の舞台となるお座敷があったそう。石の蔵、旧陣の丸亭。目の前の道からすでにタイムスリップしたような素敵な空間が広がっています。中入ったらびっくり、すごい広いお屋敷です。急な階段を登ると広大な屋根裏部屋が広がってました。緩やかなカーブを描いたこの立派な梁が特徴的です。昔のトイレ、タチション便器がすごいカラフル。宿がある高台から望む羽生港も美しい。続いてこれまた有名な露伴という宿に連れてってもらいます。こちらがまたまた噂の宿、露伴さんです。玄関上がっていきなり赤い絨毯が素敵な廊下。こちらのお宿も2部屋のみ。まずは和室、趣のある素敵な雰囲気で落ち着きます。こちらは洋室、突然お邪魔させていただいたので今ちょっと洗濯物がかかっている状態。キッチンも広々、レトロなタイル張りです。フロアもレトロ感を残しつつ清潔に保たれてます。共用の洗面台もアンティーク感があります。個性的で広々としたトイレも2つ。 SNS で見たことがある素敵な共有ロビー。壁一面に本棚がある素敵な空間。今日も宿の隣の高林商店にお邪魔します。酒につまみ駄菓子も売ってる最高のスペース。今日も店の奥の角打ちスペースを使わせていただきます。ビール飲みながらワーケーションするのに最適のスペース。今朝見学した島宿紺の方から手作り餅いただきました。
うん、うまっ。宿の吉本さんが草屋を差し入れしてくれました。やっぱくせえ。うんうん、新島以来の草屋、馬糞みたいな匂いするけど味はうまいんだよね。今夜も高林商店で宿の方々と飲みます。一杯目はたくさんからいただいた島レモンが入ったハイボール。ハイボール。いつ来たんですか。2杯目もハイボール。せっかくなんで手羽の煮込みいただこう。夜ね、今してた。何しよう。全然違うよね、このレモンね。香りがすっごい違うよね。本当に、本当に飲みやすいこれ。近くの洋食レストランで働いてる方がオードブルも持ってきてくれました。3杯目も。ハイボール。そこね、はね、よろしくお願いします。一応一応あれなんでよろしくお願いします。盛り上がってきて4杯目もハイボール。どれ？知り合いが連れてってくれる。ハンバ盛り上がってる中、大島名物ハンバご飯いただきます。うまい、うまいぞ。めちゃめちゃうまい。うまい。すげえ遅くなかったけど。大丈夫遅くなかったけど、全然遅くなかったけど。あのね、基本的にはね、映像オーラレスだけだからね。半端ない、半端ない。半端ない。俺、日本人の話だね。ああ、うまい。前の宿泊者が置いてったというひろき、いただきます。カブスキーでこうやって入ってよかった。いや、うまい。やっぱうまいわ。うん、あ、うまい。めっちゃ飲みやすい、うん、5杯目島レモンハイボール。ひろきをキュッと飲みながらチェイサーでハイボール。22時33分、宿兼酒屋のオーナーはすでにトドになってます。今日もめっちゃ飲んだ。おやすみなさい。伊豆諸島最終日の朝、宿でコーヒーいただきます。ハブを離れる前に名物のうがい商店のコロッケ買いに来ました。見てください、この揚げ物天国のメニュー。買ってきました、揚げ物パラダイス。ということでまずはコロッケからいってみましょう。うんうん、サクサク。めちゃくちゃ衣サクサクでうまい、シンプルなコロッケ。うん、そうそうそう。続いてはハムカツです。うんうんうん、どこか懐かしい味、ビールが飲みたくなるね。ラストはドドーン、特大唐揚げでかーい。うん、うまっ。うん、めちゃくちゃうまい。衣ザックザクで、なんかプリンプリンジューシーで超うまい。程よいスパイス加減もいいね。うん、これマジで最高にうまかった。宿をチェックアウトしたのでバスで港へ向かいます。元町北口に到着したのでここからまた乗り換えます。元町北口で一度下車。三原山が今日も綺麗。バス乗り換えて岡田港へ向かいます。バスで岡田港に到着しました。最後に一峰で大島牛乳ソフトクリーム食いましょう。大島牛乳ソフトクリーム買ってきました。うん、うまっ。モダンで
綺麗なターミナルです。大型船サルビア丸で東京まで4710円。こちらはジェット船、東京まで1時間45分で着きます。俺が乗るのはこちらのサルビア丸です。今回の席は横になれる2等和室。帝国から約15分遅れで伊豆大島出港。バイバイ伊豆大島。久しぶりに都心に戻ってきました。大島から4時間半弱竹芝桟橋到着。竹芝桟橋上陸。今回はここまで。また数日後にここに戻ってきます。伊豆大島からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。